皆さんおはようございます。フリーアナウンサー兼動画クリエイターとして活動しているゆりぱんこと鈴木ゆりです。このゆりぱんの YouTube ラジオでは、私が日常の中で感じた素敵だなと思うものやこと、またお仕事の裏話などを自由にお話ししています。毎週金曜日の朝7時に更新。何か一つでも皆さんにとって、プラスになるようなことがお届けできたらと思っています。明るい気持ちになれたとか、新しい発見があったとか思っていただけるように、毎週発信をしておりますので、よかったら隙間時間にお付き合いいただけると嬉しいです。早速なんですが、今日のテーマお話ししていこうと思います。今日のテーマは自分の好きなことの見つけ方についてですね。今私収録しているのが木曜日の、夕方、お昼過ぎぐらいですねに今収録をしてるんですけど、実は私今日この木曜日朝から福岡県内のとある中学校で職業体験の講師として、アナウンサーのお仕事ってどんなことやってるのっていうことをお話しさせていただきました。たまたまちょっと私のお友達から、アナウンサーの講師を探してるんだけど、なかなかちょっと仕事出れる人がいないから、ちょっとお願いって言われて頼まれて、今回初めてその職業体験ということでお話をさせていただきました。ね、なんか私なんかでいいのかなとかってちょっと思うところもあったんですけど、今日すっごくね、生徒の皆さんたちキラキラした目でたくさんね質問もしてくれたし、なんかすごく本当、ずっと私もそういう子どもたちに夢を伝えるっていうことをしたいなと思ってたので、今回この経験ができたことすごく嬉しいなというふうに思っています。でちょっと脱線したというかあれなんですけど、で私は今日この職業体験の講師があるっていうのが決まってから、先週から今週にかけてずっと資料の準備っていうのをしてたんですね。基本的には、こういう話、こういう感じの話をしてくださいっていうことは言われてたんですけど、もうその構成というか進行の順番とかも自由っていう感じになってたので、で学校の2時間目3時間目の授業を使って私の講座があるっていうことだったので、じゃあ最初の1時間こういう話して、2時間目こういう話をしようっていうこととか考えながら、もう1からもうゼロからですよね、資料作りっていうのをしていました。でその資料作りをしてる時にすごくふと感じたのが、私こうやって何にもないところから自分でオリジナルの何かを作り出したりとか生み出したりするのすごく好きだなっていうことに気づいたんですよ。でよくよく今までの人生を振り返ってみると、今までの人生の中でも自分がこれすごくやりきったなとか、これすごく本当にあの時頑張ってたなとかって思うことって、何かとその0から1を作っている時っていうのがすごく多いことに気づいたんですよね。小学校の時運動会があったんですけど、その運動会で私が小学校6年生になった時に、初めてその学校に赤組白組に加えて青組っていうものが生まれたんですよ。で私実はその青組の初代応援団長を務めていたんですね。で青組、赤組白組っていうのがあって、それに新しく青組って言って3色対抗みたいな形で競技が行われることになったので、応援合戦も赤組白組青組って3パターンあるんですけど、だいたい赤組白組とかってこれまでの前例があるので、それに倣って今年の応援どうしようかっていうふうになるんですけど、青組ってやっぱ前例がないので、どういう応援団スタイルを作っていくかとかっていうのを、私たちの代で作っていったんですよね。で私応援団長なん でしかも赤組白組とかって応援団長大体男の子がやってるので、じゃあ女の私が応援団長だからこその応援団スタイルがいいよねみたいな話とかにもなって、本当その独自でポンポン使ったちょっとダンス多めの応援団にしようとか、なんかそういうこととかをすごく考えていたことがあったんですよね。で小学校はその応援団で初めての青組の応援団長として新しい応援団スタイルを作ったっていうのが一つと、高校生の頃は、校内の弁論大会があったんですけど、その弁論大会ってテーマが自由なんですよ。でその自由テーマの中で、
まあ、私はその校内の弁論大会で絶対に優勝したいって思ってたんですよね。だから優勝するためにはどういうネタを書いて、どういうふうにスピーチをしたら優勝が狙えるかっていうこととかもすごく考えて、それも0から1、何にもないところから自分でネタを作って書いて、無事優勝っていうね成績も収めることができたんですけど、まあ、それも本当に今振り返ってもあの時すごく頑張ってたなって思う一つの思い出だし、まあ、大学生でアルバイト始めた時はそのアパレル店のアルバイト私してたんですけど、セレクトショップの個人で経営しているような小さいセレクトショップだったので、まあ、販売促進のために何か私ができることないかなっていうのを考えて、まあ、商品につけるポップをちょっと作ってみようっていうことだったり、お店の中に毎月1回そのお店の新聞みたいな、お店のなんかその月のニュースとか、まあ、今月からこういう服とかいっぱい仕入れていきますよとか、そういうことをまとめた新聞みたいなのを作ってお店の前にこうペタって貼って掲示してたりとか、そういうのも私が新しくアイデアを出して、まあ、店長から OK もらって作り始めたっていうような経緯があって、そう本当に今まで結構何にもないところから自分で1を作り出す、もうよく01とかって言ったりしますよね。私その01の作業が多分すごく好きなんですよ。あのアナウンサーになってからもそのケーブルテレビでは新しいコーナーの立ち上げを担当してることがあって、本当にもう全くね、しかも私入社半年とかでその新コーナーの立ち上げを任されてたので、まあ、他の先輩たちですらそのコーナーの立ち上げなんてほぼやったことない人たちばっかりなのに、入社半年の私ともう一人あのちょっとまだ若めの先輩がいたんですけど、まあ、その本当新人2人みたいな感じで新コーナーの立ち上げにも携わったりしたことがありました。なので、あ、私ってきっとこういう0から1、何にもないところから自分で生み出していく、作り出していくっていうことがすごく好きなんだなっていうことを、今回その資料作りを通して気づくことができました。なんか自分のね好きなこととか得意なこととかって、例えばそのね、もう4歳からピアノ習ってますとか、昔あのなんだろうな、水泳の大会で国体に出てましたとか、なんかそういう分かりやすい実績とかがないと、自分の好きなこととか得意なことってなんか PR することってなかなか書きにくいじゃないですか。だからなんか私もずっと自分得意なこと何にもないし、好きなこと趣味も別に私特にこれっていう趣味がないので、なんか私って本当何にもない人だな、何にもない人だなって今までずっと思ってたんですけど、よくよく考えてみると、自分の好きなこととか得意なこととかって絶対に何かしらみんな持ってるものなんだなっていうふうに思いました。こうやって過去の経験っていうのを振り返ってみると、まあやってることは全部バラバラじゃないですか。応援団長やってたこととか、弁論大会で優勝したこととか、そのアパレルショップでアルバイトしてたこととか、全部やってることってバラバラなんだけど、その中に共通点っていうのがあるっていうのに気づくことができたので、多分きっと皆さんもこれまでの経験振り返った時に、全く関係ないように感じるものでも何か一つ共通点っていうものがどこかに隠れてるんじゃないかなと思ったんですよ。それに気づくことができたら、もっと自分の好きなこととか自分の得意だって思うこととかに自信が持てるようになると思うので、もう私はこれからも、まあ、すでにね、その01が好きっていうのは今回気づいた収穫だったんですけど、これからも私もっともっと自分の得意なこととか好きなこととかに細かく目を向けていって、自分に自信が持てるようになんか生きていきたいなっていうふうにすごく思いました。でよくよく考えてみたら、本当私今その夢かなコンサルタントとして、あのドリームデザインっていうその夢との向き合い方を教えるメソッドっていうのも作って、で夢かなコンサルタントっていう肩書きも勝手に作って、まあ今後その夢と向き合う方法とか、夢に一歩踏み出す大切さっていうのをたくさんの人に伝えていきたいなと思って、今そういう活動もちょこちょこ進めてるんですけど、それも01なんですよね。なんか誰かがすでにそう持ってるメソッドとかを習って、それをその講師として伝えるんじゃなくて、私はもう自分で作りたかったんですよ。そういう誰かに何かを伝えていくっていうものを自分で何か作って生み出して世の中に提供していきたいというふうに思ってたので、もうまさに今やってることも自分の好きなことにつながってるんだなっていうふうに思いました。なので、まあ、この好きっていう気持ちで
頑張ってこれからも活動していきたいなというふうに思いました。まあ、ぜひ皆さんにも何か参考になったら嬉しいなというふうに思います。さあ、それでは続いて前回の放送にいただいたコメントのお返事をしていきたいと思います。前回は、自分の、コンプレックスを武器にするみたいな話をしていきました。もうありのままのね、自分を生かしていこうっていう話をねしてきたんですけど、まず渡辺さん、いつもコメントありがとうございます。やっぱりゆりさんの顔が見られるとしっくりきますね。ありのままの自分は基本的に優しい性格なんですが、稀にブチ切れる時があって、それがどっちつかずで嫌いなんです。周りの意見を聞いてから自分の意見を言う方なので、どうなんでしょうねということですが、まあでもそのそもそもいつもは優しいけど、ちょっと稀にブチ切れるっていう風に客観的に自分を見ることができてるのは、まず一つすごく素晴らしいなって思います。それに気づいてるからこそ、そんな自分がちょっと嫌だなとかっていう風に感じちゃう部分もあると思うんですけど、そもそもそれにやっぱり気づけてない人っていうのもたくさんいると思うので、そうやって自分を客観視できてることはすごくプラスなことなんじゃないかなって思いました。ですが、心の安定とかは今では子どもたち、そして福岡にいる彼女との心の、なんていうのかが分かりませんが、周りの人たちに自分を助けてくれてると思って感謝しています。って素晴らしい。うまく表現できませんが、今は自分の周りにいる人たちに感謝して楽しんでいます。もちろん YouTuber のゆりさん、みえさんにも感謝しかないです。でもそんな私こそ感謝ですよ。本当に出会えることが奇跡というよりも必然のように感じています。今日9月3日は福岡に来ています。今日のランチは糸島の寿司塚鮮魚本店かな、で塚本鮮魚店でごちそうさまでした。駐車場も広いし店も広いので並ばずに入って注文できました。もちろん美味しくて満足しました。まあ結論として自分は平和主義者なんでしょうね、ということで、渡辺さん今日も素敵なコメントありがとうございます。そしてね、なんかそんな私にも感謝とか言っていただけるのすごく嬉しいなと思います。私もね、渡辺さんが私の YouTube を見つけてくださって、こうやってね1年以上前からずっと私の YouTube にコメントくださるのもすごく嬉しいなと思って感謝しています。なかなかそれがね、伝えきれているかはちょっとわからないんですけど、本当にね、このラジオとか特に直接私の言葉でコメントのお返事ができる機会なので、こうやってやり取りできるのはすごく嬉しいなと密かに思っております。本当にいつもありがとうございます。私はね、今年まだ実は糸島に行けてないので、冬の牡蠣小屋には一回行ったんですけど、冬以降ですね、ちょっと夏はもう終わってしまって、夏の牡蠣小屋は行けなかった、牡蠣小屋じゃない、夏の糸島行けなかったんですけど、また私も糸島行きたいなと思いました。はい、今回の福岡ステイは楽しんでいただけましたかね。渡辺さん、いつも本当にコメントありがとうございます。そしてもうお一方、吉村みくりさんで、これは読み方が合ってるんですかね。このみくりさんっていうね、お名前すごく素敵だなと思ってね、拝見しておりました。ちょっと読み方違ったら本当ごめんなさい。今日初めて見ました。すごく説得力があって、私も自分のコンプレックスを隠さずに表に出してみようと思うことができました、ということで、嬉しいです。ありがとうございます。そう、前回がね、私がずっとくせ毛で悩んで、縮毛矯正とかでまっすぐな髪の毛にしようってしてたんだけど、ちょっと去年の末にイメチェンで髪の毛切ってパーマかけて、そこからはちょっとくせ毛を生かす方向にしてったら、自分のセットも楽だし、周りの人からも綺麗なカールですねって言われることがあって、なんかコンプレックスって思ってたけど意外といいのかもって思ったみたいな話をしてきたんですけど、そう、本当に自分って自分のことすごくよく見てるから、ちょっとごめんなさい、喉があれなんで水ちょっと一口飲みますね。そう、自分って自分のことを多分一番ね、こう鏡見ればそこにいるし、もう24時間365日この体と一緒にいるから、自分の悪いところってすごく見てしまうと思うんですよね。それとやっぱりその他の人と比べて、他の人のいいなって思う部分で自分にそれがなかったりすると、あ、私はこうだからダメなんだ、私はこうだからここはコンプレックスなんだ、欠点なんだって多分思っちゃうところがあると思うんですよ。私の場合はやっぱりストレートヘアの子を見て、サラサラで綺麗なストレートでいいな、私はもうこんなぐちゃぐちゃなね、チリチリの髪だし、やだな、恥ずかしいって思ってコンプレックスだって思い込んでいたので、
だけど裏を返せば本当にストレートヘアの人からするとパーマとかがこんなに綺麗に癖がつくなんて羨ましいとかっていうことも言われたりするわけなんですよね。だから結構人ってないものねだりで自分の体のどこかとかね、自分のなんか特徴みたいなものをコンプレックスって思い込んでることがあるんですけど、実はそれが他の人から見るとものすごく魅力的っていう場合もあるので、そうだからあえてそのコンプレックスを生かすっていうことをやってみるともっとね違う自分に出会えたりするのかなというふうに思いました。ただそのとは言ってもね、その自分がコンプレックス恥ずかしいって思ってることを無理に出そうとしてしまうと、それはそれで自分の気持ちが辛くなっちゃうこともあると思うんですよ。私もその自分の気持ちでちょっとパーマかけちゃおう、ちょっとかけてみようって気持ちになったからパーマかけたんですけど、これがそうじゃなくて他の誰かにもう絶対パーマかけた方がいい、かけなかけなって言われて自分の気持ちが乗ってないのにパーマかけちゃってとかだと、多分今と同じ気持ちに慣れてなかったんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。やっぱり自分の気持ちが向いて自分がこうしてみようって思えた時にコンプレックスをちょっと生かしてみるっていうふうにするといいのかなっていうふうに思いました。だからコンプレックスある人は別に無理やりねそれをどうこうするっていう必要は私はないと思っているので、ちょっと気が向いた時にこういう考え方もあるんだっていうことで、まあ、皆さんね何か参考になるところがあったらすごく嬉しいなというふうに思っています。ということで吉村みくりさんかな、吉村さん本当にコメントいただけて嬉しいです、ありがとうございました。さあということで今回のゆりぱんの YouTube ラジオ放送はこれまでとさせていただきたいんですが、まあ、今回の私のお話を聞いてまたもし何か感想などありましたらコメントいただけるとすごく嬉しいです。また高評価やチャンネル登録も合わせてぜひしてください。その他にもゆりぱんチャンネル過去仮の中ではいろんなコンテンツの配信をしてますので、まあ、よければ他の動画にも遊びに来ていただけるとすごく嬉しいです。さあそれでは最後まで聞いていただいた皆様本当にありがとうございました。ここまでフリーアナウンサー兼動画クリエイターゆりぱんこと鈴木ゆりがお送りしました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。今日も一日頑張ってください。